緒に走っていく姿は本当にかっこいいなと思いました。もっともっと競馬場に来ていただいたレースの興奮感動を、感じていただきたいと思います。そしてお二人は今年の今年度の GCK イメージキャラクターということですけれども、ファンの皆様にどんなことを伝えていきたいかという意気込みも含めてですね、メッセージをファンの皆様にお願いいたします。斉藤さんから。そうですね、今日僕らが体験したような生のライブの躍動感というか興奮というか、なんか究極のエンターテインメントじゃないかなと思って、これを競馬ファンだけじゃなく競馬に僕みたいな知識のない、新たな、ですね、ファンの方にですね、ぜひこの場所にとにかく足を運んでもらえるように、尽力したいなと思います。1年間よろしくお願いします。本日もファンの方にメッセージと意気込みを含めてお願いします。本当に私はまだまだ知らないこともたくさんあるので、ぜひこれから初めて経験される方と一緒に勉強できたらいいなと思います。ちなみに私でも本当に楽しいか、こんなに素晴らしいか聞こえちゃったことを皆さんにお届けできるように頑張りたいなと思います。まずは私がこの場所に来ていただければ大きなやり手もあります。もちろん食事もそうと思って食事楽しみながら女性でも女性同士でも楽しめる場所になっていると思うので、ぜひ皆さん、お楽しみいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。それではこの後、お二人は、プレゼンターとしてご協力をいただきます。よろしくお願いいたします。